本当にすいませんでした。あれどうしました。ごめんなさい、謝罪動画です。これは謝罪動画ですか。なんか本気の謝罪されてますけど。本当にすいません。謝罪することなんかあったんですか。いや、最近ね、はい、あの動画出したじゃないですか、はい、あのヤスケ問題、はい、でまあトーマス・ロックリーさんのね著書がいろいろまあ炎上してますと、はい、まあ最近だいぶ下火になってきましたけどね、うん、皆さん飽きたのがね、うん、まあ収まってきたんですけど、まあそこでね、はい、私言いましたよ。まあそのね、大事なのはやっぱりそのね、一時情報になるべく当たるようにしないとデマにね、あの踊らされてしまいますから気をつけましょうみたいなこと言ったわけですけど、はい、まあその中でまあそのトーマス・ロックリーさんの本にまあそのヤスケの伝説がいろいろあることないこといっぱい書かれてて、でその上で、トゥルーストーリーと書いてるからこれ良くないよねと、はい、うん、あなたの想像でしょっていう話を真実の物語だって言っちゃってるのは、はい、まあ、あんま良くないんじゃないかと、はい、うん、それ信じちゃう人もいるわけだからね、うん、まあ、言ったんだけど、はい、私も同じようなことを書いてました。あれ、確かにその動画ではそこは議題に上がってましたもんね、うん、トゥルーストーリーって書いてるかどうかみたいな、うん、やっちゃってましたか水田武士の方も。はい、あのこちらですね、はい、戦国武将本当のキャラ教えます図鑑。私書いてました。本当のキャラ、トゥルーキャラって書いてますね。トゥルーキャラクター、はい。なるほど、これは確かに謝罪か。すいません、書いちゃった。なるほど。そんな深く考えてなかってん。はい。タイトルに関してはね、うん、まあ、ぶっちゃけますと、私が考えたタイトルじゃないから、これは。なるほど。その編集部がこのタイトルで行きましょうって言って、はい。で、武将さんお願いしますって言われて、はい。まあ私もその深く考えてないし、はい、まあいいだろうと思って、はい、いいですよで OK して、はい。出したから、はい。僕は悪くないんだけど、はい。まあただ、はい。ちょっと浅はかだったかもしれないですね。なるほどね。本当ってやっぱ歴史において本当なんてないんだよと。はい。なのに、私は言ってしまったんですね。だから、ずっとあの動画出したとビクビクしてました。はい。お前も出しとるやないかよ。でもね、はい。不思議なことにこれ来ないんです、そんなコメントが。ああ、そうですか。うん。そこを調べて、あの、コメント来なかったですか。はい。それだけ私が無名。それだけこの本が売れてないということですね。これでもし私がすごく有名で、はい、この本がめっちゃ売れてたら、はい、いや、お前も出し取れないかい、ミスター武士道この野郎つって、はい、こいつペテン師だつってみんながうわって攻撃しに来たと思うんだけど、はい、結局やっぱ売れてるか売れてないかなんだね。なるほどね。トーマス・ロックリーさんはあれ本が売れすぎたから、はい、燃えてるわけで、はい、私みたいに全然売れてない人間の、はい、ね、本なんて別に何書いてても言われないんですよ。なるほど。悔しいね。別に炎上しなくてよかったんだけど、なんか悔しいね。そうか、無事だった理由が悔しいですね。悔しいよ。まあで、それで私もね、改めてまあ読んだけど、はい、まあ私も、こうね、やっぱ全部がやっぱ正しいことではないと思うし、はい、そのね、当時のね、これもう結構前だから書いたのが、はい、それから知識もアップデートされてるから、今見たらね、はい、いろいろ違うかもな、みたいな思うところもあるかもしれないけど、はい、まあでもね、そこまでやっぱ、そんなひどい内容ではなかったですよ、やっぱ自分で改めて読んでね。ああ、そうですか。うん。まあ、ただね、ちょっと、うん、まあ、今回せっかく動画なんで、はい、一つね、まあ、ここの中に書いたことで、はい、まあ、ちょっと、まあ、語りたいなというふうに思ったことがあります。ほうほうほう。源義経。おぉ。皆さんご存知ですか？源義経はもう大人気ですもんね。うん。うん、まあね、最近の大河ドラマだとね、はい、鎌倉殿の13人で、はい、菅田将暉さんがね、演じて、はい、まあ、非常に魅力的な義経でしたよ。はい。で、過去には、うん、タッキー翼のタッキーですね。はが、主演をやったね、義経という、大河もありました。はい。非常に人気の歴史上の人物ですよね。はい、はい、はい。ただ、この義経が、うん、そうね、実は、はい。本当は、うん、出っ歯だったんじゃないかと。え？出っ歯ですか？ちょっと、うん、しかも背も低くて出っ歯で、うん、なんかイメージするような美少年、うん、っていうか、美青年というか、うん、イケメン、いわゆる。うん。そういうのではなかったんじゃないみたいな。義経の本当のキャラは出っ歯だよみたいなことは、まあちょっと書いちゃってるわけですよね。はいはい。その本の中にはそういう風に書いてあるんです、ね。まあまあ少しのね、イラストとか交えて、はいはいはい。書いてるんだけど、うん、ご存知でした？義経が出っ歯だったという話。いえ、全く知らなかったです。義経はもうかっこいいキャラだと思ってました。まあ多分世間一般の人はそういうイメージだよね。はい、義経といえばもうイケメンの、うん、ね、もう牛若丸とかもさ、そうですね。ね、美少年のイメージあると思うんですけど、うん、まあ、ただこれはですね、ちゃんと理由があって、うん、ただのデマとかではなく、うん、そういう記録がまあ
あるわけですよ。ほう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 。ちょっと今日はその話したいと思います。おお、ぜひぜひお願いします。私が書いた義経の本当のキャラは、本当なのかという話。はい、いいんですか、その本当って言葉使っちゃってまた言ってますけど。まあ本当なのかというのを見ていくというね。なるほど、なるほど。はい。でも義経出っ歯説なんですけど、はい。まあそもそも、うん、なんで義経を出っ歯って言われ出したかっていうと、はい。平家物語の中にですね、記述があるんですよ。平家物語に記述がある。はい、ほうほうほう。平家物語のね、円形本という、まあ、古くからある、このね、写本の中にですね、うん、まあ、壇ノ浦の戦いが、まあ、描かれてるわけですわ。はい。壇ノ浦の戦い、ご存知ですよね、もちろんね。そうですね。はい、あの、鎌倉殿の13人でも描かれてましたよ、うん。あの、平家との最終決戦ですよね。はい。で、まあ、有名なのは、その、義経が八艘飛びとか言って、船の上をね、はい、こう、乗り継いで乗り継いで逃げてったみたいな話があって、うん、まあ、非常にドラマチックな話なんですけども、はい、あそこの中ですね、あの、壇ノ浦の戦いのことが、うん、この平家物語の中でも当然描かれていて、はい、まあ、その中の一文にですね、こんなのがあるんですよ。はい、ほう。壇ノ浦の合戦の中で、うん、平家側の武将、はい、将軍、平の友盛というのがいるんですけど、はい、この友盛が、うん、友盛の配下、越中の、森継かなっていう人がいるんだけど、はい、この人が、まあ、言ったセリフ、はい、とか、まあ、下地、うん、あの、みんなに命令した、その命令の中にあるんですよ。まあ、義経を攻撃しろって、まあ、命令を出すわけですよ、ね。はいはいはい、そこで、うん、義経はこういうやつだと、うん、こいつを狙うんだっていうので、はい、九郎は、義経のことですね。九郎、うん、は色白男の竹引き機が、ムカバのことに、差し入れて、うん、知るかんなるというふうにまあ言ってるんですよ。ああ、難しい。色白男まではギリギリ理解できましたけど、うん、その後がちょっとわかんなかった。はい。要は竹引き機がなので、これ身長は低いと。はい、ほうほうほう。まあ高徳だよと。うん、で、ムカバのことに、差し、入れてというのは、ムカバっていうのは、これ出っ歯を意味するらしいんですよ。はい、へえ。そう。だからこの平家物語の中で、うん、義経を狙えと、うん。義経は色白で背が低くて出っ歯のやつだと。あいつを狙うんだっていうふうに、この越中森継という人が、まあ、命令を出したというのが、平家物語の中に出てくるんですよね。なるほど、はい。目印としてそれが出てるんだ。出っ歯と背が低いと色白が。そうなんですよ。ほう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 。で、ここから、いや、義経って出っ歯なんじゃねっていう話が出てきたわけですね。なるほど。うん。で、まあ、それ以外にも、うん、あの、まあ、出っ歯と言及されてるわけではないんですけども、うん、まあ、これも、物語で、平治物語っていうのがあるんですが、はい、この平治物語というものの中でですね、源義朝というのが出てきます。はい、これは頼朝のお父さんです。ほうほうほう。頼朝のお父さんで、うん、大河ドラマ平清盛ではですね、玉木宏さんが演じてて、はいはい、まあ、非常にかっこいい、はい、キャラクターだったんですけど、うん、まあ、この平治物語の中でも、うん、この義朝は、ま、かっこいい、人として描かれてます。ほうほう。めちゃめちゃまあ、見た目がまあ、いい男として描かれてるんですよ。はい。で、それに対して、義経は、うん、庭六こそお忘れっていうふうに書いてあって、はい。まあ、どういうことかっていうと、うん、まあ、義朝には似てない、ほう。っていうふうにまあ書いてあるわけですね。はいはいはい、はい。義経はまあ、義朝には似てないけど、みたいな感じで書いてあるわけですよ。うん、うん。だから、その、イケメンの親父に似てないっていうふうに表現されるってことは、うん、まあ、そんな、ね、義経もかっこよかったわけじゃないっていうことを言いたいのかなと。この平治物語でも。はい、はい、はいはい。というところから、まあ、義経って実は、本当は、そんなね、イケメンとか美青年とかじゃなくて、うん、まあ、出っ歯で小さくて、結構、ね、ブサメンだったんじゃないみたいな話が、まあ、一時期出回ったんですよ。なるほど、なるほど。うん。出典はその二つだったんですね。そういうことです。はい。まあ、ただね、はい、この平家物語も平治物語も、うん、その、歴史物語って言って、はい、まあこれストーリーなわけなんですよ。はいはい、まあストーリーで作り話かもしれないし、うん、まあ本当のことをある程度は伝えてるのかもしれないし、はい、やっぱわかんないですよね。まあ歴史の中で言ったらさ、やっぱりその信用されるのは一次資料、同時代資料、一次資料って言われる当時の人が実際に見て、あ、こいつはこうだったっていう風に日記とかに記録してる。はい。っていうものがやっぱ信頼できるじゃん。うん、うん。で、義経のことを見た人が、はい、義経はこんな感じでしたっていうのを書いてあったら、うん。それ一番信頼できるよね。そうですね。そう。でも平家物語って後世に成立したもんだから、はい。いろんな人の話を、こう、一つでに一つでに聞いたりとかして作られてってるもんでもあるし、はい。まあ、物語だからこうね、なんかドラマチックにしたりとかさ、うん。まあ、ちょっと話を持ったりとかする可能性もあるわけで、そうですね。必ずしもその真実の、物語ではない可能性もあるんで、はい、まあこれだけで確定はやっぱしないんですよ。そうか、創作者がそのキャラ付けでやった可能性もあるんですしね。そうそうそう。ほうほうほう。でこのやっぱ義経の、はい、その出っ歯説みたいなのはずっともう昔から議論されてて、はい、なんと江戸時代にですね、はい、いや義経は出っ歯じゃないっていう風にやっぱ言う人たちがいたんですよ。ほうほうほう。義経はイケメンなんだと、うん、ね、そういうことを言う人たちがいて、はい、まあそれが義経地書記というですね、はい、まあ、ものに書かれてるそうなんですが、はい、まあそこではですね、この平家物語に書いてある、この出っ歯だってね、ムカバのっていうのは、はい、これは、源義経じゃなくて、山本義経の方なんだと。
山本義経。はい。また別人でそういう人がいると。そう。同時代にですね、義経の時代に、実は、うん、あ、これでも一応源氏なんだけど、はい。近江の方の出身で、山本義経っていう人がいるんですよ。はい。で、この山本義経が実は出っ歯で、うん。で、それと、こう、勘違いして伝わってんじゃないみたいな。ほうほうほう。だから本物の義経は絶対イケメンだよみたいな、はい。あの、意見があったそうなんですよ。なるほど、江戸時代に。そうなんだ。ほう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 。いや、山本義経もかわいそうだよ。なんでその出っ歯を押し付けられてんだよっていう話なんだけど、はい、このなんか山本義経っていう人は、うん、確かに記録には存在してて、はい、あの、吾妻鏡とかにも出てくるんですよ。ああ、出てくるんだ。出てくるんだけど、うん、あの、壇ノ浦の戦いとかにはね、参加してないんですよね。ほうほう。まあ多分、あの、記録に残ってなくて、うん、木曽義仲、うん。で、木曽義仲って言ったじゃないですか。はいはい、こいつは木曽義仲に従ってたんだよね。はいはい、はい。で、木曽義仲って負けちゃうじゃん。うん、で、散り散りになって、その義仲の部下たちっていうのは、はい、で、この義経も行方不明になってるのよ。はいはいはい。そこで戦死したかもしれないし、まあ、どっかに落ち延びてったのかもしれないんだけど、うん、はい、まあ、その後歴史の中には登場しないんで、はい、まあ、壇ノ浦とかにもね、いた可能性はまあ低いとは思うんですよ。なるほど、なるほど。まあ、何かしらいたらね、どっかに記録とかあると思うんで、はい、だからその時に多分死んじゃったのか、はい、まあ、逃げてね、なんか出家したのかわかんないですけど、まあ、消えてるんですよね。はい、うん。だから、そんな人がさ、うん、そんな出っ歯でめっちゃ有名で、義経と間違えちゃうぐらい、うん、その名前が当時通ってたのかってとてもちょっと私は思えなくて、はいはいはい、これはなんか、もう義経をイケメンにしたいばかりに、はい、無理やり山本義経に押し付けてる感がもうすごいわ。まあ、江戸時代の人たちが勝手に盛り上げて。そう、やっぱね、その義経ってもうヒーローだから、うん、はいはいはい、いろんな伝説が作られて、いろんなそのね、うん、演目になったりもしてるわけじゃないですか。うん、歌舞伎とかの。だからやっぱそのヒーローが出っ歯だったら嫌なわけですよ。はい。嫌じゃん、主人公が出っ歯のさ、うん、出っ歯のやつがさ、うん、海賊王に、おめんなーって言っててもさ、応援したくないじゃん。でも出っ歯の人にはごめんなさいなんだけど。いや、まあまあ、そうね、うん。その物語の主人公としてはやっぱかっこよくあってほしいなっていう願望はありますよね。そうでしょ、うん、いや、もちろん出っ歯でもいいんですよ。さんまさんだってすごいじゃないですか。いや、まあそうだよ。うん。でも、うん、さんまさんみたいになりたいと思ってもさ、うん、出っ歯になりたいとはやっぱ思わないじゃん、あんまり。そうね。もうごめんなさいね、本当にね。はい。でもこれはしょうがない。体の特徴なんだからしょうがないことなんだけど。はい。で、どうしてもやっぱ、うん、みんなやっぱイケメンが、いいって思うわけよ、うん。今でこそやっぱそのね、はい、あの、イケメンばっか良くないみたいなさ、はい、なんですか、そのポリコレ的なね、はい、考えとかっていうのが、まあ、結構言われてるけど、はい、でもやっぱそれも江戸時代の人もそう思ってるわけだからさ、はいはい、やっぱ根源的にやっぱ人間の中にそういう気持ちがあんのよ。はいはいはい、私もね、イケメンじゃないから悔しいけど、うん、しょうがねえ、今まで俺どんだけイケメンに負けてきたか。これまで若い頃のね、合コンとかさ、はい、クラスの中でのさ、はい、ね、その、争いでもさ、はい、負けてきたんだ、俺たちは。そうだね。うん。ほんとそうだよ。負けてきたんですよ。うん。うん。だからやっぱイケメンっていうのは、うん、みんな羨ましいと思うし、うん、やっぱヒーローにはそうではあってほしいってやっぱ思うわけよ、みんな。いや、そうだね。うん。自分がイケメンじゃなくてもそう、やっぱ物語のヒーローはイケメンであってほしいっていう願望はありますわ。ね、気持ちはあるよね。まあそれがいいか悪いかは、まあ、うん、一旦この際置いといてさ。はい。うん。だから、まあこういう話とかも生まれてきちゃって、はい、いや、義経は出っ歯なんだ、いや、出っ歯じゃないんだ、みたいなことが、まあ、ずっと昔からも言われてるわけですわ。はぁ、あ、はぁ、あ、なるほどね。そう。で、まあ私は、このね、あの、出っ歯説を結構支持してて、うん、でもやっぱ、まあ平家物語に書いてあって、平治物語にもそう書いてあって、うん、まあ物語ではあるけど、はい、やっぱ何もゼロからはね、うん、生み出されるものではないと思うから、はい、全部が想像っていうことも言い切れないからさ、はいはい、真実だって物語、歴史物語の中にはあるはずだって思ってる人間なんで、はい、まあこれが、だから本当とか、史実とは、うん、言えないんですけど、うん、可能性はあるよねと。はいはい。でもそれが、この歴史の面白いところなんですよ。はいはい。そうかもしれないよねと。答えは出ないんですよ。うん。で、タイムスリップしてそこに行ってさ、はい、実際見てこなかったことにはね。はい。そのできないんだから、うん、答えはわかんないんだけど、こういう資料とかをもとに、もしかしたらこうかもしれないって、想像するのは自由だし、それは楽しいことじゃないですか。はい、楽しい。それはすごく楽しい。そう。うん。だから、それはいいと思うんですよ。はい。だそれを、これが真実なんです。皆さんこれを信じてくださいみたいなのは、はい、ダメだよっていうね。なるほどね。そう。だから今回、ミスター武士道がこう書いてあるから、義経は出っ歯だったんだよ、これが真実だよって言ったら問題あるけど。そうそうそう。その可能性があるよって。そうかもね、と。こういう記録からこういうふうに言われてるから、はい、もしかしたらそうかもしれないよねって、本当はこうだったかもしれないよね、ぐらいで、はい、思っててほしいんです。なるほど、なるほど。うん、なので、はい、まあ、このね、本当のキャラ教えますって言ってるけど、はい、本当はこうだったかもしれない教えます図鑑です、これ。厳密にはね。厳密には。なるほど。うん、そうか、厳密にはそういう意味だよね。そういう意味なんで。歴史なんだから。はい。うん。許してください。本当に。すいません。そうだ、忘れてたけど、これ謝罪動画なんだ。そう。なんかいろんなところにまた飛び火しそうだけどね、その出っ歯の人を攻撃すんなとか。うん、はい。
イケメンがそんな偉いのかとか、はい、またもういいよ。炎上上等だよ。燃やしてみろ。皆さん、論点はそこではありませんでした、今回の動画は。はい。で気にしてたらもう何も喋れなくなる。まあそうですね。マジで。はい、ほんとそうだわ。まあまあ、でもそこはね、うんうんうん、まあ私もね、すごい歯並び悪いのめちゃ昔ね、はい、いじられたりとかね、はい、歯が汚いとか言われたことがあって、結構コンプレックスあったりするからさ、歯のこと言われるのすごい嫌だから、はい、言いたくないんだけどさ、デッカとかね、はい、うんうん。まあまあ、人の見た目とかはまあね、どうでもいいんだけど。はい。それ話違うから、ね、そう、今そういう話そういう話じゃないではないです。そう、はい、そこはちょっと一回置いといて、うん、まあ要は歴史っていうのは本当はこうかもしれないっていうのをやっぱこう探求していく面白さがやっぱ本質だと思うんで、真実はこうだみたいなので歴史を語るのはやめようねというところが今回のまあお話でございましたと。なるほど、ありがとうございます。そういった物語含めて勉強になりました。はい。まあ、ただね、うん、まあ、今回これだけじゃ終わりません。お、まあ、今回のこの騒動で、うん、私の本が全然売れてないということが分かりました。売らなくてはいけない。こちらをですね、はい、私が直接売るイベントを、はい、開催したいと思います。おお、イベントの告知もありましたか。はい、直接売るイベント、どういうイベントでしょうか。私がですね、まあ、店舗に、まあ、本屋さんに赴いて、まあ、そこで、これをもう手売りします。おお、ぜひ皆さん買いに来てください。なるほど。サインとかもしますし、お、まあ、あと他にもグッズとかね、あとこの本以外にも私出してるね、はい、この鎌倉殿の人物名鑑とかね、はい、ありますから、はい、これ残りわずかですけど、はい、こいつも売りますし、はいはい、まあ、他にも家康日記とかもね、はい、私の書いた本あるんで、はい、まあ、ちょっとぜひね、まだミスター・ウジョの本買ったことないよという方は、はい、まあ、私に会いに来るついでに、はい、来ていただければなと、買いに来ていただければなと思っております。なるほど、はい、日付はですね、はい、9月15日の日曜日、はい、時間は13時から15時の間、はい、その間ずっとそこにいるんで、はい、いつでも来てください。おお、別にチケット代とかも何もないんで、はい、フラッと来ていただけたら大丈夫です。おお、場所はですね、はい、東京ですが、東名書店さんという、本屋さんで、こちら、蔵前駅から徒歩5分というふうになっております。はい、なんでね、まあ、ちょっと浅草とか観光するついでに、はい、これ連休ですもんね。連休です、うん、で浅草とかなんかね、こう見に行ったりとかしたついでにちょっとフラッとね来ていただければですね、はい、私がこうねサインピピッと書いてですね、はい、お渡ししますんで、お、よかったら来ていただければと。まあ、あと普通にね、武士道と話したいよとかね、はい、まあ、そういうね方も、まあ、いるにはいますから、はい、よかったら来てください。そうですね、うん、まあ、今言いましたけどサインもしますし、うん、普段トークライブとか現地でしか売らないグッズも、うん、販売する予定ですので、はい、ふらふらっと本当に遊びに来ていただいて、はい、まあ、本なりグッズなり買っていただいて、はい、武士道に一言声かけていただけるとありがたいかなと思います。はい、あ、でもなんか今怖くなってきた。え、なんか襲撃とかされるんじゃない。散々お前、なんだお前、出っ歯バカにすんじゃねえっつってさ。はい。出っ歯の人に襲撃されるんじゃないかな、俺。別に俺、出っ歯が悪いと言ってないからね。言ってないよ。言ってないよ。そういう話じゃないから。うん、で、こういう一部分だけ切り取って、はい、怒る人がやっぱ多いから、うん、本当にそれは勘弁してください。だから今回はただ、義経が出っ歯あったかどうかっていう話で、うん、本当にごめんなさい、本当に。襲撃だけは本当に勘弁してください。わかりました。はい。で、一応私も耳に貼るガーゼだけは用意しておきますので。おい、なんでだよ。やめてよ。そういうことはないと思います、この動画見て。大丈夫ですか？はい、誰かを傷つける意図がある動画ではありませんか？あ、そうですね、はい。はい、ぜひね、来てください。ね、うん。はい。もうなんか余計な、なんか何言ってもなんかダメな気がするな。はい、怖いわ。じゃあ改めまして、はい、9月15日日曜日、13時から15時、東名書店さんでね、本販売しておりますので、ぜひお越しください。それでは、またお会いしましょう。サラシャ。